皆さんこんにちは。今日はね、ちょっと海外のゲームを遊んでいこうと思います。あのスマホゲームです。あーマッチ売りの少年みたいに、あー僕にも家族がいたの、美味しいものが食べたい、寒い、あーなんだか眠くなってきたな。あーすんごい雪に雷に、グッドバイマイベイビー。え、なに？グッドバイバイマイベイビー。 My well, my child。 はい、あのちょっと意味何言ってんのわかんないグッバイ私の子供みたいなこと言ってたね。私は自分をしっかり、もう読ませてよ。おい、どこでもクリックしてコインを落としてください。今日幸運の日にしましょう。はい、ということでこういうゲームです。見たことあるかななんか見たことあるんだよね。ボース、イカゲーム、ちょっと似てる。まあ、言っちゃうわ。スイカゲームの、なんかパクリゲームなんですけど、すでにね、スイカゲームのパクリゲーで、なんかその、お金を増やしていくっていうゲームあるんですよ、実際。日本版でね。それの海外バージョン、プラス、その、このゲーム、私が下で今ゲームやってるじゃん？これで稼いだお金、で、なんかこの上の男の子が生活していく。はい。この子の今ね、貧しい生活してるでしょ？それを私が助けてあげるっていうね、非常になんかホットで、ナイスな、イケイケなゲームですね。広告で見かけて、この男の子を助けたい、その思いだけで、この実況を始めようと思いました。私がこの子を養ってあげたい。その一心でね、私にもちょっと優しい心がね、少しはあるので助けてあげたい。うわー、焚き火を解放することで暖かさと利益がもたらされます。より多くのアイテムを解放するためにもっとお金を稼ぎましょう。稼ぎましょうじゃない、稼いであげましょう。どうどう、後ろに炎がある感じ、どう、手にも炎持っててね、結構あったかいんじゃない、いいね。よし、新たな力が解放されました。クリックして活用しましょう。なんか貯金箱だね。紙幣を貯金箱に統合して即座に貯蓄を増やします。取得。ん？なんだろうこれ。あ、タップしちゃった。どうしよう。どうなの？おお！なるほどね。お札なんだ、この貯金箱は。じゃ、いざという時に、この貯金箱を使えばいいんじゃない？ね。まあ、またこっからお金を増やしていきますよ。どんどんね。たださ、次何のコインが出るかとかさ、ないんだよね。運ゲーだよね、ちょっとだけ。優しいゲームはね、次何ですよって表示されるんだけどね。お金ゲームとかさ、昔私お金ゲーム実況したことあるんだけど、あれ良かったね。あとなんか都道府県のやつとかもあった。それも確か実況したことなかったっけ、ちょっと覚えてないなあー、いい、よし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 、いいぞいいぞいいぞ、いい、あーいいんだけど、どうすればいいんだろう。待って、これ何、混沌を受け入れてください。ボードを混乱させて、新しいチャンスを作りだめ、なんだろうこれ、わかんないな。何これ、これは杖を起動して、お金の袋に最も小さい3つの要素を集めてください。やばい、無理やり翻訳してるから何を言ってるのか全然わかんないな。使っちゃった。あ、すごい、一気に収入になったわ、本日の。25はこっちにするか。うん。25、50。いや、とりあえずちょっとどんどん進めていきたいと思います。多分5が一番ちっちゃいっぽいね。なるほど。お、いいんじゃない？よし！よし！ 2 の次が5なのかな？多分だけど。あ、25左でもよかった。あ、10来た！マジかよ！ 5！ うわ、10。あ、でも OKOKOK。あ、いい。よし！あー！いけー！うわ、くそ！オッケーでもいい。オッケー。あ、2が一番ちっちゃいんだ。了解。何これ1セント。あ、1ってことか。1が一番ちっちゃいの。え、1今まで出たっけ。え、だんだん難しくなっていくのかな。ね、コインが増えていくのかもしんないよね。あー、待って、これやばい。やばいかもしんない。あ、やばい。ちょっと待って、これさ、これ溢れたらどうなんの？ね、溢れたらやばい予感がする。やべって。あ、待って、貯金箱使うか。これいいんじゃない。
よし、危険が差し迫っており、現在の窮地を解決するために杖を使います。今さっき使ったんだけどね、杖。あ、いいね。なるほど、この杖結構便利だね。あの、こういう風にもうちょっとでゲームオーバーになるっていう時に使えばだいぶいいんじゃないですか。うわ、ここで銃来る。あ、でもオッケーオッケーオッケー、いい、オッケー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 、ナイス。いや、ちょっと厳しくなってきたなみんなやばい、ちょっと厳しくなってきたかも、本当にやばいな。ここに行ける？いや、あー、でもオッケー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 、よしよし、あー、やばい、うわー、ナイス、待って、よし、あぶねー。今日の週に、あ、これゲームオーバーになったら次の日になるのかな、もしかして。多分そういうことか。じゃあ今日でもう61ドル稼いでるってことなのかな、これは。もうちょっと頑張りたいね。美味しいもん食べてほしいからね。あ、やばいかも。待って、やばいかも。いや、もっと。よし。あー、危ねえ。いや、待って。マジ札やばい。マジ札やばい。5252ってなってる。求めてないよ、5252。やべえ。あー、ガチやばい。ガチやばい。さすがにやばくなってきたな。さすがにやばいね。あ、はい、おっと。ワンくんな、ここでワン。ワンやめろって。待って、本当に求めてない。これやばいかな。こことかの方がいいかも。え、やばい。あー、待って、やばいやばいやばい。やばい。ちょ、杖使っていいですか。うわははは。アメイジングボーナス、はい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 。え、なにこれ、邪魔邪魔邪魔。3枚のカード。誰こいつ。じゃ、下。なんでしょう。あー、一番いいのって何なんだろうね。え、なにそのスタミナみたいなやつ。もう一枚選びます。おー、23。あー、36。お金36あった。うわ、一番しょぼいの3つ引いたのか。動画見れば全てらしいんですけど、まあこれでいいか。おめでとう。あ、あざっす。すげー稼いでんじゃん。もうもうよくね。もうこの子満足してるんじゃない。こんだけあれば。どうなんだろうね。結構いいもの食べれると思うんだけど。そう思わないですか、皆さん。まだなんですか。もうちょっと頑張るね。美味しいもの食べてほしいからね。あー、マジ終わったと思った。あー、マジ終わったと思った。焦らせるじゃん。あ、でもやばいな。待って、杖使った方がいいかな。いや、まだいける。まだいける。いける、いける、いける、いける。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。やばい、お腹痛くなってきた、なんか。緊張の瞬間。あー、なんだ、あんまり出すぎたらダメなんだ。なんか今、2が怒って震えてたね。倍にしたいけど、まあ、収集でいっか。あ、なんか BGM なくなったんだけど。よし、BGM 戻ってきた。あ、なんかログボがあるみたい。おめでとう。これ何？わかんない。アップグレードします。あー、雪だるま。雪だるまを作り、孤独感を軽減。いや、もうこんな雪だるまにマフラーとか帽子かぶせられんだったらもう自分でかぶれよ。雪だるまにさせる必要ないでしょ。マフラーと手袋じゃないわ、マフラーと帽子自分でつけろ。バットボタン、あ、押せるんだ。いや、バットではないけど、グッチョグッチョ、楽しいよ。あとでやるね。野良犬、花のカゴ、花のカゴ入れるぐらいだったら食べ物が欲しい。右上のこれ何？何これ？無料でもらえんの？このさ、スタミナみたいなやつ何？なんか今無限大になってんだけど、これ何なのこれ？あ、ホーム。いや、二日目開始しましょう。あ、雪だるまいる。はい。コイン落として。ね、雪だるま何？なんか動いてんのも気になるわ。相変わらず頑張っていきますよ。まあ、これはもう、同じよ。おなじみよ、おなじみ。たださ、海外でもさ、やっぱりスイカゲームって人気なのかな。だからこそこういうゲームが出てるってことなんだよね、きっと。ね。まあ、楽しいんだけどね。でも確かに、なんかこう、男の子に、をなんかこう、お金持ちにさせるためにこう、自分でさ、稼いであげるみたいな、ちょっとお手伝いをするっていう、このストーリー性があるゲームは結構いいなって思います。
スイカゲームに、スイカゲームって言っちゃった。こういうゲームにストーリーを持たせてあげるっていうのは、なんかちょっと考え方的にはなんかいいなって思うね。うん。まあ普通にコツコツ、スイカができるまで頑張るのも楽しいんですけど、それでね、スコアをみんなで競うっていうのも楽しいんだけど、個人的にはこっちの方がなんかちょっと楽しいなって思っちゃうな。パクリゲーだけど。よいしょ。もっと頑張って、今日も二日目も頑張るか。な。すげえ、一気に5になった。確実に上手くなってる。確実に上手くなってんのだけはわかるわ。うわ、すごい、すごい。あ、ボーナス来た。よしよしよし。さっきよりいいの選びたい。これ。どうだ。あー、36ぐらいなかったっけ、さっき。上3つにしよう。どうかな。あー、え、下3つのが良かったじゃん。ほんとこれ。ちょ、私の引きがすごい悪いの。かな。ね、もうそうなんだよね。なんか開くまでこう、ランダムで、わざと低いやつ選ばせてるとか、そういうのじゃないんだよね。信じてるよ。私の運が悪いだけなんだよね、きっと。そうだよね。そう信じてるよ。いいね。結構うまいよね。さっきより絶対うまいよね、みんな。いい感じ。二日目も収入、めちゃくちゃいっちゃうんじゃない？嬉しい。雪だるまもいるし、なんだかあったかい気持ちになってきた。この子を稼がせてあげたい。この子にいいもの、いい暮らしをしてほしいね、とにかく。なんか、家とか建てれないかな。家の装飾みたいな。海外ゲームあるあるじゃん。なんか家の装飾、ポイントとかお金でさせるみたいな。あるじゃん。そういうのないのかな。よし、いいね。いい、いいね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 。うまい。あ、やばいかも。突然やってきた。おい！ちょっとやばいかなって思ったけど、くっつけくっつけ！いいよ、うまいね。ナイスだね。さすがだね。待って、なんかすっげえ盛り上がってきた。おー。でもいけてる。いや、いけ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 、よし！勝った。これは勝ったな。またゼロみたいなもんじゃん。あー、いけますわ。余裕っすわ。やばいって。あー、いける。やばい、やばい、やばい。待って、使う魔法のステッキ。よし。いやー、待って、状況はそんな変わってない。あー、やばい、勝ちやばい、勝ちやばい。え、待って待って、貯金箱。あー、もう無理だった。貯金箱を使うか迷ったら終わっちゃった。あー、今日の収入200ドル。ボーナス。雪だるまいるおかげでボーナスが60。ちょ、倍増しよう。よし、おめでとう。うわ、すげえ。さあ、じゃあ、最後に、もう最後なんですよ。もう最後です。もう終わります。アップグレードして終わりにするか。野良犬。野良犬があなたをついて回ります。それは孤独なのか、それとも寒さのせいか。んー、なんか、お腹空いてそうだけどね。舌出してるし。じゃあ、花のカゴ。空腹の中、売り物に花を加えることにしました。明日が少しでも明るくなるかもしれません。なんか寂し、なんか悲しくなってくるわ、本当に。あれ、一章クリアした？ね、一章クリアしたんだけど。マッチ売りの少年、第一章。第二章、希望の車輪。あ、五章まであんだ。乞うご期待って書いてる。6章までアップデート待ちってことね。なるほど。てか、今回は1章クリアしました。本当によくわかんないんですけど。いや、なんか結構面白いね。結構面白いゲームでした。好評だったら続きやるかもしれない。ということで、今日はここまでで終わりにしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価とコメントとかね、いただけると励みになるのでよろしくお願いします。じゃあ、さよなら、グッバイ。じゃあねー。